ロサンゼルス北部の都市パームデールにあるアメリカ空軍施設プラント42は航空宇宙産業における伝説を生んできた場所でノースロップグラマン社の航空機製造工場やロッキード・マーティン社の一部門として有名なスカンクワークスの工場を有しています。今、この工場の製造ラインでは次世代ステルス爆撃機 B215 機が製造されているそうです。 アメリカ空軍に影響を与えうるこの一大事を前に、人々は数ヶ月後の初飛行を待ち望んでいることでしょう。9月20日、フランク・ケンドール米空軍長官は工場で講演し、次のように述べています。私たちは数十年前に購入した爆撃機に頼って空軍の作戦を支援してきましたが、現状は急速に変化しています。現在、空軍施設プラント42の B21 製造ラインでは5機の試験機が製造されています。 B-21 レーダーは世界最新鋭の爆撃機で複雑な長距離核攻撃任務での使用が可能です B-21 は当初から中国やロシアといった戦略的な相手を標的にしており特に要塞化された中国領空へ侵入できるように当初から設計されてきましたそれまでの B-1 ランサーと B-2 スピリット爆撃機の開発と比較して B-21 は費用と開発期間の面で前例のない成功を収めています B21 の1機あたりの費用は約6億3100万ドル、約700億円で、ここに研究開発費が含まれているかどうかは不明ですが、B2 爆撃機の3分の1未満です。B21 の初飛行は2021年から2022年に延期されましたが、このような複雑で大規模なプロジェクトとしては予想以上の成果です。ケンドール氏は次のように述べました。 この計画について私の楽観的な予測をお聞かせすることは決してないでしょう。すべての計画にはリスクがあり、B-21 も同様ですが、少なくとも現時点では実際の戦闘能力の達成に向けて順調に進んでいます。B-21 の試験飛行の計画、分析、報告、テストはすべてカリフォルニア州エドワーズ空軍基地にある第420試験飛行隊が行います。 b 2 1は b 1 b と b 2爆撃機に代わって第一線で活躍することが期待されており空軍の保有機を拡大するという緊急の必要性に応じてより多くの新しい爆撃機飛行隊を形成します空軍は少なくとも100機の b 2 1の購入を計画していると言われており最初の機体は2027年頃に収益する予定です 将来の B21 爆撃機の保有数は200機を超えると予測されており、これにより1機あたりの費用をさらに削減できます。また、ケンドール氏は次のように述べました。現在アメリカは地球上で圧倒的な軍事力を持っていますが、歴史上最も効果的な軍事的挑戦を受けています。軍事面で中国、中共を追い越すことが最大の優先事項です。 軍事力へのこの有意義な投資は私の最優先事項を解決するものであり、世界のあらゆる場所で影響力を発揮し、危険な標的の行動を制限することができるようになります。現在、B21 と競合する計画には中共、中京の Go20、H20 とロシアの長距離飛行のための未来航空複合体 PAKDA があります。 2030年までの運用開始を予定しているこの3つのプロジェクトはいずれも参加国の大陸間攻撃能力に革命をもたらすものです。